女性のエルスを感じてドキドキするわけです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性がムラッとする女性の行動というお話をしていきたいと思います。皆さん、男性がムラムラする瞬間ってどんな時か分かりますか？女性の皆さんは気になりますよね、おそらく。では一体男性はどんな瞬間にムラムラするのでしょうか？ただ男性のそんな心理を読み取るのは難しかったりしますよね。特に男性の性欲のスイッチが入る瞬間というのは女性にとって理解しがたいと思うんです。そこで今回は男性がムラッとする女性の行動についてお話ししていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。りゅうきさん、こんにちは、はじめまして。はい、こんにちは、はじめまして。私には好きな男性がいるのですが、意図的に男性をムラムラさせたり自分の色気に気づかせたいのです。なので男性の気を引くために効果的な誘惑する行動や仕草をご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、積極的な感じですね。男性がムラムラする瞬間って結構あるんですよね。そこで今回はそんな男性がムラッとする女性の行動ですね、それについてお話ししていきたいと思います。男性がムラッとする女性の行動7選です。好きな人をドキドキさせたい方はぜひ最後までご視聴ください。それではまず1つ目です。1つ目は、普段あまりボディラインが出ていない服装を着ている女性がボディラインが出る服装を着ていてスタイルが思ったよりいい時になります。これは男性ドキッとしますね。いつもとのギャップにドキッとするわけです。ただでさえタイトのワンピースとかタイトのスカートを着ている女性でボディラインが出る服を見た時、ムラッとする男性は多いと思います。ボディラインが出る服装は男性的につい目線がいってしまうんですよね。男性は女性のボディラインを無意識に見てしまうわけです。つまりボディラインが出る服装を見るとムラムラする強いきっかけになるわけです。しかも普段は別にそういったボディラインが出る服装をしていない女性が不意にボディラインが出る服装を着ていて、それを見た時男性のムラムラ度が倍増するわけです。ですから皆さんもぜひお試しください。そして2つ目です。1つ目は、ミニスカと黒のストッキングを履いている時に足を踏みかえたりする仕草になります。これは男性陣の永遠の憧れですね。女性にとって何気ない行動でも男性は強く色気を感じる仕草なわけです。足を組み替えることなんてそうですね。そしてそれだけではなく、割とミニなスカートで黒のストッキングならなおさらです。そういう服装でそういう仕草を見た時、男性はムラムラすることがあるということなんです。女性のエルスを感じてドキドキするわけです。そして3つ目です。3つ目は、着替えている女性の姿を不意に見てしまった時になります。わざと見たわけではなく、不可抗力で不意に見てしまったという感じですね。いろいろ妄想してしまうんですよね。そして男性はドキドキするんです。着替える、脱ぐという行為自体が男性はそれ以上のことを妄想してしまうためにムラムラするきっかけの一つになるわけです。露出が高い状態になっている時ほどその傾向が強く現れてくるんですね。男性は妄想癖がありますからね。そして4つ目です。4つ目は、タイプもしくはエロい女性と2人きりになった時になります。密室とか他の誰もいなくて、タイプの女性やエロい女性と2人きりになった時、男性はとてもムラムラしたりします。男性的にとても気持ちがこう高ぶってしまうわけです。そして女性の方から体を近づいてこられると男性はもうドキドキするんですね。同時にムラムラもすることがあるんです。もし皆さんが好きな男性なら、積極的にボディタッチをしたり体の距離を近づけていくことはありだと思います。そして5つ目です。5つ目は、タイプもしくはエロい女性とハグをした時になります。ハグってなかなか日本人はしませんよね。日本人にとってハグって結構ハードルが高い愛情表現だったりしますからね。でもたまに愛情表現でハグしたりする機会もあります。そんな時、タイプの女性とかエロい女性とハグする時、男性ってムラムラしたりするんですね。いい匂いをした時なんて特にです。男性はそんな時結構妄想していたりするんです。だからもし皆さんが気になる男性や好きな男性なら、積極的にハグするといいですね。まあ好きでもない男性ならキモいと思いますけど。そして6つ目です。6つ目は、チラッと覗く太ももになります。男性ってなかなか普段見れないところが見えた時興奮するんです。特に男性陣が興奮するのが太ももです。いつでも見える場所ではないので見えた時はムラムラするんですね。とはいえ意識して見せようとするより、男性をムラムラさせる方法としては、見えそうで見えないを演出する、まあこれが重要ですね。男性って不意に見える女性のエロさにムラムラすることが多いんです。そして7つ目です。7つ目が、腕に胸が当たっているになります。まあこれは定番ですね。デート中に仲のいい男性だと
その男性の二の腕にギュッと捕まることってありますよね。腕を組んで歩くときです。実はそんなとき男性の腕に女性の胸が当たっていると男性にとってはムラムラする瞬間なんですね。なんか意識してしまうんですよ。そしてエロい気分になってしまうわけです。なんだかんだ言っても女性の胸は男性の本能を刺激しますからね。男性がムラムラする瞬間は高確率で女性の胸が関係しているんです。ですから男性をムラムラさせたいときはぜひ試してください。以上が男性がムラッとする女性の行動7選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が、普段あまりボディラインが出てない服装をしている女性がボディラインが出る服装をしてきてスタイルが思ったより良かったとき、そして2つ目がミニスカートと黒のストッキングを履いているとき足をくめかえたりする仕草、そして3つ目が着替えている女性の姿を不意に見てしまったとき、そして4つ目がタイプもしくはエロい女性と2人きりになったとき、そして5つ目がタイプもしくはエロい女性とハグをしたとき、そして6つ目がチラッと覗く太もも、そして7つ目が腕が胸に当たったときになります。男性がムラッとする女性の行動7選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますのでぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと男性心理と宇宙の法則をマスターし理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。